藤健さんのダイエット法を微腸活の観点からお伝えします。この動画をご覧いただきますと、なぜ佐藤健さんが痩せることができたのか、そして何をどのように取り組まれたのかが分かるので、今すぐあなたも取り組むことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。佐藤健さんが取り組んだダイエット法のその痩せるポイントは、腸活、まあ、イコール腸内環境を整えるお食事を毎日召し上がっていたからなんですね。その理由は、腸内環境が整いますと自然と痩せ体質になることができるんですね。例えばあなたの腸内の中で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えれば痩せることができる。逆にデブ菌と呼ばれるその悪玉菌がですね、増えてしまうとどんどん太っていってしまう、まあ、悪いサイクルに入っていってしまうわけなんですね。なのでポイントは、いかに腸内環境を整えることができたかどうかにかかっているんですよ。ではここから実際に佐藤健さんの1日の食事メニューをご紹介していきます。まず朝食です。お魚ですね、鮭、納豆、まあ、ここは醤油で召し上がったそうです。添付のタレは使っていらっしゃいません。そしてブロッコリーは青じそのノンオイルドレッシングをかけて召し上がっていて、メカブを召し上がっています。では次昼食です。サラダ、チキン、そしてほうれん草、ゆで卵、またここでもメカブですね。そして夕食はキムチ、豆腐、納豆、そしてここでもほうれん草です。でこれをトータルで見ますと、もう素晴らしいバランスなんですよね。もう全て腸活メニューですし、太る元の糖質はもう完全カットですよね。やはり糖質が太るわけですから、その麺類であったりパンやお米などはもう完全カットをされていらっしゃる。その代わり腸内環境を整える食べ物プラス、やはりタンパク質がないと太ってしまいますから、たけるさんはですね、もうこういったメニューをまあ毎日召し上がっていらっしゃったわけなんですよね。でここで今回お伝えしたいポイントは、まあ、腸活、腸内環境を整えるでしたので、もうそれに欠かせない食材がこちら、メカブとほうれん草です。でこの2つはですね、食物繊維がもう豊富に含まれている食べ物になるんですね。ですから痩せることができるんです。腸内環境を整えるには、もうとにかく食物繊維がもうとっても必要になってくるんですね。なのでこのメニューを取られたことで佐藤健さんは痩せることができたんですよ。では次にですね、具体的に佐藤健さんのこの取り組んだダイエット法をベースに、今すぐあなたでも取り組むことができる私からのダイエット法をアレンジした形でお伝えしていきますね。それではここから具体的にどのように召し上がっていけば痩せることができるのかという、そのポイントをお伝えしていきます。それは食物繊維でしたね。でその食物繊維を取るためには、もう一押しは海藻です。海藻類を毎日上手に普段の食事に取り入れることで、あなたは痩せ体質になることができるんですよ。もうとにかく海藻といいますのは、水溶性食物繊維といって、吸収しやすい食物繊維が豊富なんですね。でこれが何かというと、その痩せ菌です。善玉菌の餌になってくれるんですよね。なのでたとえ善玉菌が腸内にいたとしても、その善玉菌をこう元気に育てないといけないわけですね。いなくなってしまう前にちゃんと餌をあげないといけないわけです。その時にこの海藻がもうとっても役に立ってくれるわけなんですよね。で海藻といいましたら、まあ、海苔ですとか昆布になりますけれども、こういった海苔や昆布といいますのは、あなたの太る元です。糖質と呼ばれるその血糖値がこう急上昇してしまう食べ物ですよね。その急上昇している間に脂肪が溜め込んでいきますから、それを抑えてくれる効果であったり、どんどん脂肪を燃やしてくれたり、また新陳代謝を活発にしてくれたりですね、そういった効果があります。でまた昆布も食べ過ぎを抑えてくれたり、同じです、脂肪燃焼効果があったり、脂肪の蓄積をこう抑えてくれて代謝も上げてくれるという、このような嬉しい効果があります。なので佐藤健さんはメカブと言って、まあ、海藻です、この水溶性食物繊維を朝と昼に召し上がっていらっしゃったんですけれども、あなたは例えばそのメカブでも良いんですが、海苔や昆布などを特にその納豆のですね、ちょっと具として一部としても混ぜて召し上がっていただいても、すごく効果が高くなりますので、ぜひ納豆などの植物性のタ
ンパク質と一緒にこの海藻類を摂ってみてくださいね。でまたもう一つおすすめがあります。今からご紹介していきますね。ここからは食物繊維のその種類になるんですけれども、佐藤健さんは素晴らしいです。何が素晴らしいかと言いますと、食物繊維というのは2種類に分かれるんですが、その両方をしっかりとバランスよく摂っていらっしゃるんですよね。もうさすがですよね。もう本当に素晴らしいと思います。そして佐藤健さんの場合はまず食物繊維の中の水溶性食物繊維ですよね、こう吸収しやすい方です、はメカブを召し上がっていらっしゃって、逆に不溶性食物繊維です、ちょっとこう消化に負担がかかるようなこうもさもさした繊維質が多いものなんですけれども、ほうれん草をですね召し上がっていらっしゃるんですよね。これバランスがしっかり取れていらっしゃるわけです。なので一概にですね食物繊維といってもこういった種類が分かれてますから、例えばこの不溶性の食物繊維ばっかり取ってしまうと、逆に便秘がちな方はもっと便秘になってしまったりするので、必ずネバネバしたような不溶性の食物繊維のこういったオクラだったりわかめ山芋やアシタバ納豆、ひじきとかですね、メカブもそうです。こういったこうネバネバしたような食品、水溶性食物繊維を取りつつ、もさもさした方ですよね、こうパサパサもさもさしたこの不溶性、なかなか吸収しにくい繊維質が多いようなごぼうだったりさつまいも、大麦、ほうれん草、キャベツなどなど、こういったものをですねバランスよく両方取る必要があります。そのことでその腸内環境をですね整えることができる善玉菌の餌です。善玉菌もやっぱ好む餌がありますから、いろんな多種多様な善玉菌に与えてあげることができる餌となるわけです。それを佐藤健さんはちゃんとバランスよく取っていらっしゃいますから、あなたも同じようにメカブプラスほうれん草でも良いですし、例えばオクラプラスさつまいもでもいいんですよ。こういったこの2つ両方セットでぜひ召し上がってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法をお伝えしております。そのことで心も体も明るく元気いっぱいの方を世の中にどんどん増やしていきたいと思っております。そのために私毎日配信しております。ぜひ詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録いただきますと私からの動画メッセージが毎日あなたの元に届きますので、ぜひお役立てくださいね。そしてこの動画役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加くださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。